せーの、マリンパッパです。はい、今回は男性の生理的に無理と思う瞬間をインスタで募集したので、それについてちょっと喋っていこうかなと思います。イエーイ。はい、でちょっと最近ありがたいことに女性の視聴者さんが増えてきて、はい、もともと男性の視聴者さんが多かったので、多かった、本当に、はい、男性の方はこの動画を見て参考にしてください。はい、はい、え、なんかある？え、あるで、てか、なんかあるってか、めっちゃある。ふうはまだもめっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。ふうから言っていい？じゃ、うん、これ前まなみにも言っててんけど、うん、ちょ、大堀さん一回後ろ向いて。何なんすの？え、でもちゃうか。はぁーって、なんなん、何？ちょっと来て、大堀さん、ちょっと来て。このさ、この、この、ここのジョリジョリの毛がふう、ほんまに受け付けへんで、ね、これ、いつだ、これみたいな、寒いもんだぜやんか。いや、もうこんなに、ちょっと待って、反発の、いややで、ほんまに。じゃあ、でもこれは、まだ分からへんねん。大堀さんはまだ綺麗、でも、うん、綺麗やからいいねんけど、なんか男の人のほんまに、なんやろな、なんかゾワってする人がおんねん。あるなんか指毛、あーとか、てかまず胸毛、はい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 、ケツ毛、てかまずなんか毛全般無理。でもこれ、もうね、めっちゃ多かったん。多かった、ほんまに多くて。それこそ多分ふーちゃんが言ってるこの首の裏の毛って、うん、産毛が濃い人が、あ、でもそうそうそう、ワシャワシャしてて、だから毛無理やねん。あと、あの男の人ここの、あの親指の毛めっちゃ入ってる。そうや、待って、分かる、ほんまに無理やねん、ほんまに分かる、無理やねん。見せたくないぐらい長い、そう多分、そう、見たりすぐ、そう、え、あるん？あるある。あははは、実感してよ、堀さん。ほらほら、ほぼゴリラと一緒だと思ってください。だってこんなとこ毛穴なくない？じゃあ大堀さん、あれ使いや、あれや、この出ました、 You like の脱毛器。使った方がいいって。使ってんで今、ガチでこれ使って、そう、使ってんで、それも案件、まあ、一応案件なんですけど、案件とか関係なしにマジでマナミ使ってる、これ。でも、全然ちゃうやん。まあ、ここにさ、大堀さん、めっちゃ偶然やねんけど、なんかメンズがあるんですよ。俺、振りうまっ、流れ作りうまっ。だってこれ、案件だよ。案件です。実は、案件です。後でちょっとやってみるよ。他は？え、他？まあ、そういう行為をね。あ、そういう、やるのね、やるの行為ね。お互いさ、やっぱそういうことになったらさ、ちょっとまあ興奮しすぎてさ、うん、まあ、わーってなって、わーってなって、わーってなっていくやん。うん、ちょっとスピーディーにね。そうそうそう、うん、で、まあ、全部脱いで、こう、交わりますよーの時に足元見たら、その人靴下履いてて、しかも白靴下。ちょっと、ほんまに、それでさ、ちょっと待って、これ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 履いてて、待って、それはちょっと分かる。落ち着いてる時はみんな多分これから脱いでいくやん、うん、けど多分こういう感じで、これからっていうかさ、多分さ、もうこうズボン下ろしたりとかしたらこれも一緒にこう脱げへん。まあ脱げる時もあるわな、うん、その人なんか、なんなんやろな、そう履いてて、まあ、でもこれはわかる。はい、じゃあまず一つ目、これめっちゃわかんねんけど、うん、お腹空きすぎて我慢できやんのか知らんけど、ご飯行ったら必死にかき込んで食べてるところ、めっちゃわかる。もうめっちゃ無理やねん、まなみ。だからさ、普通、例えばいろいろご飯来るやんか、うんうん、普通やったらこれちょっといるみたいな、取るとかこう、なんか落ち着いてしてほしいやんか、やけどなんかみたいなんで、うん、めっちゃ頬張られたらめっちゃ嫌。まあでも、うん、最初のデートとかやっぱ気使ってほしい、お互いにな、うん、だから無理やねん、ほんまに、うん、これめっちゃわかる、うん、じゃあ次、はい、じゃあ2つ目、はい、なこれもちょっとまなみはいつも言ってるやつ、歩いてる時に自分が映ったら止まって髪の毛いじる。めっちゃわかる。誰やねん、おるで、おる、これはほんまに多いから。しかも鏡とかじゃなくて、あの窓とかに映る、そうそう、自分とか、とか車のさ、何あれ、車のガラス、ガラス、うん、そことかね、こうみたいな、めっちゃ見る男おんねん、ほんまにおんねん、おるな、女の人って細かいからな、確かに。燃えそうで、ああ燃えそう、男の人の燃えそうでね、結構無理やわ、風も。でもそれで言ったら、男の人のハイブランドのトートバッグマジで無理、
今何の話トートバッグのハイブランド無理やねんって。わかる？なんかディオールとかのハイブランドのなんかトートバッグあるやん、うん、女の人が持ってるのは全然いいねんけど、うん、男の人でこれ持つみたいな、なんか夜の人とかに多いやん。うん、行為中の話になるんですけど、行為中に気持ちいいって聞いてくる人別に嫌いじゃない、別に何も嫌いじゃない別にそんな教育だっていや別に今も別に嫌いじゃない、オーリスじゃあ集まってモテるやんってバカってじゃん、何やねん、聞く聞く聞く、オーリス聞く、いや盛り上がってればやっぱり無理やばい、聞く相手によりますねこれは過去の栄光話する男、だからヤンキー話みたいな、俺悪かったよみたいな、それは嫌や、嫌やな、嫌やし、まあその話の流れで言ったら、あの自分偉くないのに知り合いの社長がさ、あー分かる分かる分かる、めっちゃ何度か利用感とか、そうそうそう分かる、めっちゃ分かる、何々の知り合いの社長がさ、いやお前社長じゃないやん、お前偉くないやん、じゃお前の知り合いより良くないで、ほったらそこまで仲良くないみたいな、そう、男も嫌いよ、そういうおるねんでもほんまおるくない、これめっちゃ分かるわ、分かるよ、俺特に大阪多い、そう、あーでも東京だとあんまりなかったけど、大阪来てからやったら、やばくない？でもそれってな、多分分かってると思うねやんか、うん、で言ってる側はなんかかっこいいと思って言ってるかもしらへんけど、うん、言われてる側ってうわ、切ってんなみたいな、分かって合わせてあげてるだけ、うん、すごいですねみたいな、だからほんまこれ気をつけた方がいい、こういう男も多分めっちゃ多いはず、うん、マジでこれ絶対勉強になるやんこの方がでも言いがちな人多いからな、うん、これほんまにいっぱいおる、次、年寄りや子供、動物に冷たい人、うん、これはまなみ嫌や、自分の彼氏にはしたくない、うん、でも嫌やけど、うん、なんか好き嫌いってあるやんか、それ動物はあるやんか、うん、でも別にさ、子供とか年寄りを好き嫌いとかってなんか、うん、多分露骨さじゃないですか、嫌や、出すか出さんか、露骨にやな、うん、子供が来たらちょっと遊んであげて、うん、うまくこう、うん、距離取れば、うん、それって嫌じゃないですか、え、でもめっちゃ萎える、それ言われる、なんか彼氏とか将来は考えへんくんな、そっちか、うん、めっちゃ萎える、旦那さんにしたいとか思う、今っていうよりも未来の話を考えたら、うんうん、いや、まあ確かにな、なんでや、だからふう、それでだいぶ前の彼氏別れるやん、え、そうなん、うん、犬嫌い、え、犬嫌いじゃなくて、まあ外でちょっと年寄りの人が倒れててんな、血まみれで、そう倒れててんけど、それを助けやんと素通りしていったのにドン引いて、もうそっから冷め出す、年寄り全部助けです、はい、俺の大堀さんどうですか、でも K がなまず K 処理ってから見てもらおうか、 K なくしたらやん、 K がな、共有しますじゃあ、お会計の時に割り勘にしてきた時、これはなんかいつもフーラ言ってるやん、だから論外、論外財布大変だよね、俺は、え、でもそれもそうやんな、でもさ、まあ、最近思うねんけどさ、女の人はさ、やっぱ美容とかなんかこう、メイクしたりとか、別に男ってしやんでいいやんか、女の人も別にしたくてしてるわけじゃなくて、なんかでも、してなかったらさ、なんか変に見られるやん、なんか仕事とか行ってとか、うんうんうん、メイクしてなかったら常識ないみたいな、うんうん、っていう感じになっちゃうわけやん、男からしたらすっぴんで来る女嫌だ、じゃあメイクしなきゃいけない、そう、でもそこにお金かかんねんから、そういうところで補ってよみたいな、うん、はめっちゃ思います、はい、で、まなみは最近隣の席で何百円まで割ってる人がこれたまに見んねんけど、おって、この人はないのかなとか思いながら一緒に、小学生以来ないな、何百円まではさすがにちょっとやめてほしいよな、でもその何百円しやんと割り勘でちょっと男の人がを出して、例えば5000円やって、そうそうそう、2000円でいいよみたいな、うん、で大きい顔されるのも嫌やそれ多分多いと思う、ね、うん、でも何回か逆に俺行った子とかにちょっと出すよって言われて、うん、1万2000円とかだったら、じゃあちっちゃいとこだけ出してねって言っちゃうかも、でもそれぐらいだったらいいかも、うん、5000円の3000円、2000円とか、多分無理やわ、うん、無理やわ、今めっちゃ気使ったごめん無理無理じゃない、なんかそれやったらまた今度出してね、あ、それで終わってほしい、そう、終わってほしい、まとめてほしい、うわ俺やろうな、
せな。耐えて。モテへんで。マジで。まあでも。でもそこうまくいっても毛あるからか。そう。毛あるから無理。毛だから今から毛をだからね処理しましょうか。処理していきますっていう。じゃあちょっと大木さん来てもらっていいかな。じゃあ。いいやん今日勉強にもなって毛もなくなって。うん、でまあこのユーライクなんですけど前にも紹介した。女性の方のユーライクと何が違うんですか？そう、そっちの男性用ユーライクは、うんまあ、ヒゲとか、うん、スネ毛とか、うん、硬くて太い毛に、うん、より高いパワーで素早く、うん、スピーディーにしてくれるらしい。でこっちはどっちかって言ったら産毛とかやな。だから女性は、うんうんうん、はいはい、で俺さんみたいにガッツリこの濃いやつこの分かる、うん、逆に俺ここはいいんですけど、うん、こここの、こここいつらどんぐらいで倒せんのか気になる。こっちのメンズの方は4週連続でしてもらったらだんだん薄くなっていくから、あ、そうこうやってそうそう毎日のヒゲ処理とかめっちゃめんどくさいやん絶対、うん、だからそういうのが楽になりますよって。ほんまにやった方がいいで、大江さんこの間ふーちゃんも動画で言ってたけど、うん、家でできるのがいい感じ。そう、高いやんやっぱりサロン飲んで、うん、脱毛とか医療とかいったらもっと高いから、うん、やっぱこういうのでね時間とお金を、うん、時間ない、そもそも。でもこれはいつもはお風呂上がり、うんとかをもう全裸の状態で全部当てていくとか、もう15分ぐらいで終わるから、うん、でそのまますぐ寝れる。ランケンです。ランケンです。ランケンです。実はランケンです。ジャックポットの動画みたいです。しかもフーマジでマナミの誕生日プレゼントにポレも入れて買ってくれたから、うん、ほんまにあげました。マナミのマジでもらいました。この平らのになってるのが、うんこれですよね。ここの肌にくっちゃんとくっつくから、うん、パチってなるみたいな。そうだからここのねガングリオンのとことか。ガングリオン。そうこの部分ねやりにくいやん。うんうんうん、ボコボコしてるから、うん、手の甲とかな。大堀さん足の甲めっちゃ生えてたやん。うん、足の甲やばかった。やりやすそう。やりやすいやん。やりやすい。これピタってシーヒン買ったら反応シーヒンのね、うん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 、これ光出へんねやん。けどこのユーライクのやつやったらピタってなってくれるからやりにくいね足の甲で。確かにしっかりどこでもくっつくか。そうどこでもだから照射できる。この指のこことかも、うんここね、やりやすい。ここやりにくいもんな。やりにくいやったら一回大堀さんやってみたら。じゃあやってみましょう。皆さんしてやってみよう。すごいすごい。そうでこれのこのな電源のボタンを押したらここでパワーが1段階から5段階まで調整できて、うんまあ、毛を早くなくしたい人は5段階でもうパチパチ当ててって痛くないの。メンズ用やからさ分からん。やってみてそれは。どう全然めっちゃ冷えてる。そう従来のやつやったら約10分間冷却機能が、うん、あの継続すんねやけど、でもこの新しいエアー2は30分間継続します。おーすごい。しかも全然痛くない。なんかジェルとかいらない。そうなんか医療脱毛とかサロンの脱毛行ったらジェルをのせられて寒いやんなあれめっちゃ、うん、けどこの自宅のユーライクのやつやったらジェルもいらへんし、うん、もう冷やさんでもいいし、うんそもそもこれで10度まで冷やしてくれてるから。これいただけます？概要欄から。いやしんどちゃんとね別にそのなんか得しようとしないでください。すいません本当に。じゃああの4週間後にはこの毛とか足の毛とかも少なくなってる、うんはい、ということで、はい、あの新規視聴者の女性の皆さん、はい大堀小太郎彼女の方を募集しておりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。これ案件ではなく自分の彼女の募集のことになりますので皆さんご承知の上よろしくお願いします、はい、お願いします。まあそんな感じで概要欄からユーライクと大堀さん、はい、貼っておくので見てみてください、はい、はい、そんな感じで終わりたいと思います。バイバーイ。